はい、こんばんは、島津です。皆さん、ついにね、バイオハザード RE2 のね、ワンショットデモ、配信が開始されました。で、やっとダウンロードが終わったんでね、これから、遊んでいきたいと思います。なので、まだね、ダウンロードしてない方はね、もう、ダウンロードが可能なので、ぜひとも、ダウンロードしてみてください。何回ダウンロードを言うんだって、思ったんでしょう。はい。はい、じゃあ、やってみたいと思います。どっからね、30分の制限がかかるかわからんから、とりあえずこっから撮ってます。ちなみに、ウイイレしてました。生放送してないんですけど、ウイニングイレブンのマイクラブ、ひっそり裏でやってます。ね、どうでもいいね。はい。いやー、懐かしいね、ほんと。で、なんか聞くところによると、一部のシナリオが、オリジナル版と違ってる。みたいですね。ああ、来た。ね。バイオハザード7のエンジンですね。まだかな？まだ始まってないかな？ 字幕オン。そうだね。気になるところが字幕と、ね、こう音声の日本語が一緒なのかっていうところが気になりますよね。昨日、バイオハザードリベレーション2やってたら日本語と字幕が違ったんだよね。字幕が英語用の字幕だったんだよね。そこがちょっとまあ気にはなるけど。何これ？音源の方向を立体的にする。あ、いいですね。じゃあこれにしましょう。始まってないよな。大丈夫だよな。まだ30分。大丈夫？大丈夫？今自分そこが心配で仕方がない。送信データ。あ、こっから、あれなんだね。多分、きっちり30分ってことっぽいですね。ゴー！開始します。送信はセーブ時などに行われます。やばい、もう始まるぞ。じゃあやっていこうと思います！大丈夫。見て見て。大丈夫だった。まだ30分。スタートしてない。右上に出てます。はあ、よかった。ストーリーをスタートしたらダメね。始まるんですね。じゃあ、じっくりとここら辺はいじることができますね。オートリロードオン。まあ、今回はもう、あれだね、クリア重視でいきたいから、オートリロードも、あと、アシストもオンにしとこうか。操作割り当て。サブウェポンと弾薬切り替え。ね。しっかりと操作の確認も可能です。だから皆さん焦らないでください。反転とかね。あ、視野角もね、いじれるっぽいですね。これありがたいかもね、視野角。まあ、今回は中間でいきたいと思います。じゃあこっからきっちり30分ですね。遊び尽くしたいと思う。体験版のため製品版と異なる部分がございます。この体験版では30分間ゾンビと、戯れるかなことができます。戯れられるんですって。はい。じゃあ行きましょう。何戯れるって。ラクーン市警の新人レオン・ S ・ケネディは立ち寄ったガソリンスタンドでゾンビの群れに襲われる。ああ、原作と一緒ですね。レッドフィールドと共にラクーンシティを目指すも乗り込んだパトカーの事故により2人は分断されてしまう。満ちたところを走り抜け、なんとかラクーンシティ警察にたどり着いたレオンだった。あ、ここから始まるのか。はい、始まりました。周囲を探索。誰かいないのか。いいね、日本語。歩く。あ、ハンドガンの弾ゲット。こういうふうに。セーブポイント。あ、セーブできないんだ。はい。これは？まだ誰かいるはずだ。まずい。逃げて逃げて。ケレケレケレ。もう撃つんじゃない、撃つんじゃないよ。ケリケリケリ。ダメ、頑張って頑張って頑張って。そうそうそう、いいよ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 。
東の廊下、東の廊下ね。もうそんなね、一匹相手だったら蹴っ飛ばせばいいんだって。もう彼を見つけないと。どうだよ、ドーンってこう、うん、そして頭ブスってさせばいいんだよ。ボックスには何もない、うん、マチルダっていうハンドガンらしいね。ほう、あ、いいね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 。走れないな、走れないですね、まだ。これはん、はい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 、なんかアイテムを使えってことか。持ってるアイテムを使えっていう風に出ましたね。東東、ちょっと待って、あー、はめるね、どこだね、メダルを。原作でもあったっけ、ここ。懐かしいね。とりあえずこっち行きますか。え、鍵が、ちょっと待って、走るの、ごめん、走るのここだ、押し込みだった。昨日ね、リベレーション2やってたから、バツ長押しで走るのかと思ってたけど、違った、方向キーの押し込みですね。はい。マップの活用、現在地が分かると。こっちね、警備室に向かえって出てる。うん。東側の探索、はいはい。行きましょう、キープアウト。オッケーオッケー。くれえなあ。よし、いきますか。で、日本語担当してる人ってヒューズね。はいはい、あれだね、映画版の声優の方っぽいですね。ここは開かない。あ、いいねいいね。ライトってどう消すんだろう。何、あー、いるねいるね。もう早速いますね。てかハンドガンの弾欲しいな。ねえのか。大丈夫だ。いや、ま、普通に怖いよ。オッケーオッケー。ここは、ここも開かない。開いた。はあ、ここ会見場だね。懐かしか。はいはいはい、ないねー。ナイフ、ナイフは、おう、お、死体が、ん、ハンドガンの弾拾ったのかな。なんか若干独特だな。うん、あのアイテムの取り方が初期の頃に比べたらね。走り方とかリアルだね。はい、あ、長押しか。 OK。 で、暗いところでは自動的にライトをつけるみたいです。はい、ガッタンコ。よし、こっちはちょっともう息を飲んで、ちょっと喋るのを忘れてしまいますね。ていうか30分っていうのがあるから、もうなんてことだ、あのゲームに集中しすぎちゃう。いるな。開けてくれ、早く。待て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 、行く行く行く。オッケーオッケー、待て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 、手伝う手伝う。今開ける。オッケー。さっきの人だねこれ。頼む。はい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 。こっちだ。大丈夫か。そっちの手も。早く。おるらば。しっかりしろ。いやー、そんな、くそ、これシャッターに挟まれたのか足を噛まれたのかどっちか分かんないですね今ね。はい、警察官の手帳、地下から脱出って感じだね。3つのメダルをはめて。っていうか、楽園市の警察署ってなんでこんな仕組みになってたのかね。すごく気になる。あれだっけ、署長が考えたやつだっけ。うん。で、これ何、なんか王様っぽいですね。で、ちなみにね、この人の死因はね、胴体が真っ二つになるんですよね。それが死因です。ほう！ホーリーシット！オッケー、オッケー、おい、やべ、
フネスだな、タフネスだな、お前タフネスだな、ヘッドショット食らってんのに。リロードして、え、弾少ねえな。はあ、怖いよ。来た、一体か、ちょっと待って、開く、開かない、怖い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 、ちょっと逃げまーす、弾少ねえんで逃げまーす。トイレトイレトイレ、隠れよう、ちょっとあの閉じこもって入ってまーすとか言えば、あのどこ行くんじゃない、うん、待って、なんかある、やった、救急スプレーゲット、来るかな、これ入ってくっかな、いや入ってきそうだな、入ってきたな、入ってくるな、これやばい、完璧な袋工事、いやー入ってますよ、出てってください、お願いします、ナイス、ハンドガンの弾くれー、はぁー、あー、これもう行く行く行く、いや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 、あ、いいだだだだだだ、お前ふざけんなよ、あ、潰さないね、叩き潰さないですね、ちょっと待って、え、あれ、私どっから来た、こっちだ、いやー、こっちにもいる、こっちにもいる、ここで巻くしかねえか、ここで巻くわ、巻く巻く巻く、来いよ、ちょっと待って、30分しかねえんだ、早く来いお前、来るんだったら、うわ、ここで、ま、巻くしかねえな、おい、こっち来いよ、こっち、ういうい、私はこっちだ、あ、うい、うい、お、ちょっと足が速くなった、いや、リアルゾンビ映画バリバリだね、バリバリのゾンビ映画っぽいですね、まあまあまあ、こうやって巻いていきましょう、おらよ、 OK、 ナイスね、はあ、あー、食べ過ぎだね、ドーナツの食べ過ぎですね、この人、うん、やばいよ、マジでやばい、よし、ヘッドショット大体3発で倒れます、うん、これ何、機材、あ、バリケードを作れるみたいだね、頑丈な板、窓を塞いで敵の侵入を防ぐことができる、ハンドガン来た、取った、あとはない感じか、あ、ゾンビ来ないね、巻いたみたい、うん、開かない、出ますか、急げ急げ、さっきの人は二の舞になっちゃう、さっきの人は二の舞になっちゃう、あ、いや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 、ケレ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 、あ、あなたは任せろ、ナイス、あ、頭がね、割れてるところもリアル、しばらくは安全だ、うん、助かった、懐かしい、マービン・ブラマン、マービン、レオン・ケネディ、もう一人警官がいた、でも立て、マービン懐かしいな、お前、お腹大丈夫、お前は悪くない、レオン、全然大丈夫じゃない、なんかぐちゃってなってんね、こうなった原因は、さあな、分かってるのはここじゃ用心してないとこっちがやられちまうってことだけだ、先週から出勤のはずが待機命令が出て、もっと早く来てれば、今いるだけで十分だ、準備できました、警部補、ここから出る方法を探さないとな、お前が会ったエリオットはこの隠し通路を探していたようだ、うん、それはいい、あなたを病院に、いや、俺のことは気にするな、でも置いていくわけには、いいか、これは命令だ、お前は自分の身を守れ、俺が行けば足手まといになる、お前にこれを、でもこれはいい、ナイフ、俺の二の舞になるな、もし奴らを見つけたら相手が警官だろうと決してためらうな、殺すか逃げるかどちらかだ、
いいな。わかりました、うん、これさ、自分の死を悟ってる感じだよね、マービンの顔を見る限りだと。あ、そういった表情もね、しっかりとわかりますね。リアルだから。コンバットナイフで、このコンバットナイフね、実は耐久度があるんですよ。そう、折れて使用できなくなるって書いてあるじゃないですか、うん、L1 で構えて、はいはい、そう、消費型なんですよね、今回のコンバットナイフっていうのは。まあリアルっちゃリアルだけどね。サブウェポン、しょっ、あ、ダメダメダメ、え、今のでも消費しちゃうのかな。ここ開かないかな、どうしよっかな。次どこ行くの。地下の脱出路を探す、拡大縮小、どこ行けばいいのかね。え、いや、ここなのよね。ただ、いやー、ちょっとこっからわかんないな。3つのメダルを集める。それはどこにあるんですかね、マービンさん。あ、いや、教えてもらえない。ちょっと上に行きましょうか。こっからね、トレーラーでも流れてないはずなんで。え？ちょっと待って、ファイルを確認する。はいはいはい。デンジャー、あー、ちゃんと、あ、書いてあるね。ん？なんだ？明らかにこれのことだよね。やっべ、こっからわかんねえぞ。 R1 と、はい、あ？あ？なんだこれ、サソリだ。真ん中はサソリですね。真ん中がサソリ。そういえば分かった。は？サソリねえじゃん。ダメだ。ちょっと待って。やばい！ 30 分だぞ。いや、見にくいって。あかん！ちょっとまずいまずいまずい。これ絶対メダルを集めるところまでだよね。やべえぞ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 、マジで。くそ、クリアしたいんだけど、なんかクリアするとトレーラーが見れるんですって。ちょっとまずいな、まずいな、まずいな。見にくいって、そのメモ。もうちょっと綺麗に書いてよ。あれかな、絵が上手い方じゃなかったんですかね、自分と一緒で。こっちは。開かない。ちょっとマジか、やべえ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 。え、どうしようどうしようどうしよう。真ん中サソリっぽいんだけどな、違うかな。ちょっと待って、適当にやって。いや、そんなめちゃくそ運がいい人だよね、適当にやってできたら。いや、これダメだダメだ、わからんわからん。ちょっともう下行く下行く下行く。そう、まずはもうちょっと優しくしてほしいな、ほんとに。ここは、ああ、コンバットナイフで開けられたんだ。よかったよかった。開いた開いた開いた。想像してた初日と違う、うん、だと思う。あれ、しゃがむことできないのかな。しゃがめないね。うん。オッケー。あ、グリーンハーブだ。ただの植木鉢にしか見えないんだけど。ただの植木鉢。あー、あったね。こう、あ、リッカー出てくんじゃねえか、これ。あ、リッカー出てくんだよね、こっから。うん、オリジナルだと。リッカー初登場だったんだよね、あそこで。どうや。こっちは特にない、何も。はい、川を東に進む。なんか助けに来ようとしてるっぽいね、誰か。どう、まあまあ死んでるよねこれ。
あ、目に正気がないですね。なんだこれは。うー、肉がドロッとね、あの垂れるところもとてもリアルですね。あ、首つってる、首つってる。いや、これリッカーだな、リッカーの仕業だな。首をつってるわけではない。ここは クローバーの鍵が必要か。しまったなあ。あー、リッカーの爪痕あるよ。いるな、これリッカーいるな。あ、ここで、ここで使えるんじゃない多分。ほら、使ってよかったのか分かんないけど、使っちゃったね。バリケード、バリケードがあるのはいいですね。他ルートない？っていうか、上にあと何分って出てくれればいいんだけどね。あ、出てる！あと12分？あと12分？あと12分！あと12分しかないと。そんなつ、うるせえわ、バカ。もう、やばい、時間がなかった。思った以上に時間がなかった。カード。なんの、あ、プラスチックカード。これは緊急対策、んちゃらかんちゃら。これはね、後から、あの、停止してみてください。はい。はい。OK。デビッド・フォードって人のあれらしいね。あと12分しかない。1回の地図。やった、手に、作戦会議室だって、ここ。うん。これ何？あ、なんか別のルート発見した。ごめんね。ごめんね。もう12分しかないからさ。ハンドガン？オッケーオッケー。爆弾。オッケー。太ってるなぁ。あんま動かなかった、ね。動いてなかったんだね。ドーナツばっか食べて。やべ、外した。オッケーオッケー。ナイスナイス。いや、ほんとに。あー！ね。なんか食べたかったんだね。そこはなんか本能に刻まれてるっぽいですね。この人の本能に刻まれてたんですね。肉よりかお菓子食べたい的な。よし、どこ行けばいいの。あ、こっち、はい、やばいやばい。あと12分だよ。12分。なになになに、ガタガタしないで、うるさいよ。グリーンハーブ、オッケー。バリケード、こっち。取り調べ室かな、これ。はい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 。よし。セーブポイントだ。セーブできねえだろ。セーブポイントあるくせにセーブができないっていう。ここは？なんだ？写真。ちょっと待って、そんな暇ないって。レッドハブ。組み合わせちゃおう。便利。よいしょ。これは？フィルムの置き忘れに注意。オッケー、待て。オッケー、ナイス。おい、何？ガンパウダー。へえ。これ以上持ってない。なるほどね。弾薬を作ることも可能みたいです。いや、もうボックスに置いてる暇。あと12分だぞ。あと10分だぞ。これまずいまずいまずい。バウじゃねえが。ちょっとバリケードで。ガンパウダー取りに行こう。うん。ちょっと待って。組み合わせでハンドガンの弾がつく。だから、あと一つ必要なんだね。おそらく薬莢っていうか、うん。薬莢が必要っぽいよね。それで作れと。何？あ、下で暴れてるね。ちょっと待って。なんだこりゃ。いや、いい、シリンダーとか。え？はっ！はあ、バルブ。いや、これ30分でクリアできる？初見殺しばっかだよ、これ。レッドハーブ、レッドハーブ。オッケー。初見殺しばっかだぞ。無理やろ、これ30分じゃ。上。あらあらあら。ちょっとせっかくだし、ナイフ使ってみようか。いってー、バカ野郎お前。ナイフ使いたい。耐久値出る。倒した。
多分あれだろうね、白、今さ耐久、このナイフの色が白だけどさ、どんどん色が変わっていくんじゃないですかね。これはハンドガン、青。ここから弾がね多くなってきたね。またまた出た。これは、うん、タイラントやろう、絶対タイラントやろう。これ何、クローバーの鍵や。ちょっと待って、これさその場に捨てられないのかな。あ、使えばいいのか、はい、あそこの鍵だね。じゃ行こうか。こっちはどこどこどこ。はあ、リッカーおった、リッカーおったで、リッカー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 、あ、バリケード、あ、でもいっぱい。これはガンパウダー、ガンパウダーってまとめられないんだね。あ、あ、はいはいはい、ガンパウダー2個組み合わせたら作れましたね。うん、なるほどね。まとめよう。あ、60発までしかまとめられねえんだ。ガンパウダーが2個あれば生成できるみたいです、弾が。生存者へ。目が見えない。立夏のことだね。ばあちゃん並みにゆっくり歩け。そうすれば大丈夫と。あ、立夏は目が見えねえんだ。へえ。足音に反応するみたいですね。つまり走るなと。30分限定の体験版の中走るなと言ってるね。いやー酷ですぜ。は？あれ？お前、あ、気絶、なんだあれ、フリーか。うん、死んだフリーしてたんだね。オッケー、急げ急げ。あ、違う、こっちじゃない。クローバーの鍵開けられっかな。開けられればいいんだけど。バリケードどうなってる。バリケード効果あるかね。あ、あれね、はいはいはい、来るのに時間かかってる感じですね、あれ。うんだね。 OKOK、 おいおい、ちょっとね、あの感度変えた方がいいかもしれませんね。うん、操作しづらい。この FPS 感度じゃなくて、この視界のね、感度。変えるのおすすめします。こっちじゃねえな。あの、回転しづらいです。どこだっけ？あれ？あれ？あれ？迷子。迷子、迷子、迷子。あれ？開かない。こっちだよな。あ、だ、こっち、こっち、こっち。そうだった。こっから来たんだよね。え？脚立がないと無理だよ。いやー、初見殺し、初見殺し。え、待って待って待って。え、これ積んでない？積んだな。あと何分？無理5分とか。あ、開いてた。オフィスがありました。あ、取りね。これは。ガンパウダーのメモ。はい。これ見てね。強化火薬。はい。はい。はい。停止してみてください。ありましたね。はい。よいしょ。で、ここゾンビが何体かいたんじゃないっけ？違ったっけ？作戦報告書。はい。はい。はい、オッケー。もう、せか、なになに、いたね、いたね。これだ。開け、ごま、よし。開いた。大丈夫か？来たか、こっちだ。見てみろ。うん、よかった。無事だ。あ、クレアだ。知り合いか。クレアだ、一緒に来た。あの場所だったら2階から行け。東だ。はあ、了解。感謝します、警部補。
やったやった、クリアした、やったクリアした。20分ですって、スタンダードで、トレーラーが見れるっぽいんですよ。やったクリアした、あぶね、もうちょっとゆっくり見たかったね。うんと、何が起きてるのか教えてくれ。アンブレラの科学者でウイルスをまいた張本人よ。予想してた以上に進化が早いの。冗談きついわ。何が出てくるかわからない。なんだあれは。もうじき全て終わる。離して。覚えてろゲス野郎。嘘、レンガー。シェリー今行くからね。生涯をかけた作品なんだ。マジか。今のはあなたに何ができるっていうの。ここはもう持たない。やってみなきゃわからないでしょ。プラス、何プラスって。こちらアルファチーム。ハンク君のかい。シェリー全滅したかと思ってた。ハンク来ちゃうよ。豆腐君もいる。豆腐君もいる。いやーマジか。いやまだ移動はしないけど、見てやった。来ました、伝説の二人、伝説の二人登場です。はい、というところでね、3分40秒を残してね、すべて、見終わることができました。あー来たか。いや来ないのかな、来るのかなって結構心配してたんですけど、来ましたね、伝説の2人。これはオリジナル版でも出てきたんですけど、で豆腐くんの声がちょっと可愛かったね。豆腐くんってオリジナル版って喋んなかったんですよ。うん、あとね、ウィリアム・バーキンの奥さんが出てきましたね。オリジナル版だと亡くなってたはずですよね、確か。それかただ出てこないか、うん、だったんだけど、今回は登場するみたいです。うん、やっぱりそこら辺がちょっとストーリーが変更されてますね。で、すいません、豆腐くんなんか喋ってたよね。ちょっと見直そうか。あーしんど。あーしんどって言ってたね。しんどいって言ってたんだ。うん、まあね、ね、臭い下水道の中、まあ走ってんだから、そりゃしんどいわな。うん。で、かわいいね、声がやっぱり。シャッター部分のところあったじゃないですか。シャッター部分のところ。あれって、グロバージョンだと、ね、グロテスクバージョンだとね、胴体が真っ二つになるんだよね。シャッターのところで、死んだ警官の人。ね、今回真っ二つじゃなかったってことは、これは グロテスクバージョンではないってことですね、この体験版は。なんで、もうちょっとね、グロック見たい人は、グロテスクバージョンを、買ってみてください。おそらくなんだけど、ゾンビのね、頭打ったじゃないですか。どんどん頭の部位が欠けていくはずなんですよ、グロテスクバージョンだと。確かトレーラー見たら、どんどん頭がね、砕けていってた感じだったんで。うん、自分はもうそっちね、グロテスクバージョン買う気満々です、はい、というところで本日はこれにて終了したいと思いますね。新しい要素もね、再確認できたので、いや、とてもなんつうのかな、心躍る、感じになっております。ただいまテンションマックスです、はい、ご視聴ありがとうございましたね。他にも動画とか出すんで、まああとね、バイオハザード発売されたらこの続きも、見てやってください。あ、だったごめん、言うの忘れてた。まあね、 RE2 がね発売される記念で、今ただいまバイオハザード2、バイオハザードリベレーション2をね、生放送でねクリアする、まあ、企画やってるんで、よかったらね遊びに来てください。それでは島津でした。本日はこれにて失礼させていただきます。